私が上智の公募推薦を受けようと思ったのは、高校3年の夏休みです。本格的に受験校を調べていく中で、どうしても上智の文学部に行きたいという思いが強くなり受験を決めました。小論文を書いた経験や公募推薦のノウハウもなく、今振り返ってみても大きな決断だったと思います。挑戦するなら専門塾に入ることは決めていたのですが、数ある専門塾の中から毎日学習会を選んだ理由は2つあります。1つ目は、毎日授業があるため、効率よく対策を進められることです。他の専門塾では、小論文を提出してから返却されるまで、一定の時間を要し、なかなか本数をかけません。しかし、毎日学習会では小論文をその場で添削していただけるため、スムーズに対策を進めることができます。小論文は書いた分だけ必ず上達します。だからこそ、継続してコツをつかんでいく必要があります。2つ目は、林塾長の言葉です。無料体験期間中、受験への不安が大きかった私に林塾長は、今まで毎日学習会から上智の公募を受けた先輩は大体合格しているから、今から対策をすれば大丈夫と、おっしゃってくれました。その言葉が私の支えとなり、最後まで諦めずやり通すことができました。あの時毎日学習会を選んで本当に良かったです。とても感謝しています。入塾後、私が最も時間を割いたのが事前提出課題の作成です。事前提出課題の出来は合否に大きく関わるため、なるべく多くの先生に見ていただきたような意見を取り入れるよう心がけました。また、問題を多角的に捉えることで、面接時の予測していなかった質問にも冷静に答えることができました。ギリギリまで修正を繰り返し、最終的には納得のいくものを提出することができたことが合格につながったと思います。夏から一般の勉強と並行しながら、対策をすることは容易ではなく、何度も心が折れそうになりました。中でも、自分と向き合うことは無力さを痛感させられとても苦しかったです。机に向かう勉強ならやった分だけ力がつきますが、推薦試験はどれだけやっても、大学が求めるものを満たしていなければ不合格になります。ですが、自分の中のコアな部分を見つけ、揺るぎなく持っていれば、その気持ちや熱量は教授陣にも届きます。また、高校生のうちに自分と深く向き合ったことは、将来の夢や自分にとっての社会貢献が明確になり、人間としても成長することができたと感じています。受験期は苦しい期間が続きますが、その先には想像もできないような喜びや達成感が待っています。そして何よりやりきったという経験が自分の自信につながります。最後まで自分を信じて頑張ってください。応援しています。